画面左、赤色のユニフォームが FC 丸安と岡崎です。はい、はい、気持ちがよく出てますよ。いつも塚原監督も非常に賢い選手だったか。松田の右足のシュート、スローでしょうか。今松田ただ奪い返されました。村瀬優太、うまい、まあ、さあ来たよ。さあ中央には選手が2人、クロスが、久保が自ら行った。クロスが飛び込んできた。残したクロス、久保だ、久保だ、久保のシュート、残したクロス、久保だ、久保だ、久保のシュート、エフシーの前半の16分、ナイスリット、久保グラウンダーを使ってきた、シュートに行った、弾いた、その後のボール寄せる、そうナイス、ただ町田、あー、チャンスになった、塩谷シュート、ナイス、長い、丸安のチャンスになりました。塩谷のシュートは正面、長井が冷静にキャッチ、その後久保のゴールで追加点、塩谷が来た、長井が出ている、塩谷が来た、長井が出ている、丸安は塩谷、ナイス、その後戻ってほしいなと思いますよね。今エンジンを組む、さあこのまま勝ち点3にまで結びつけることができるんでしょうか。さあ久保に繋がった、右サイドハーフ、久保からのクロス、今村、流れながらのヘディングになりました。相手のパスが繋がっている、林から逆サイド、酒井だ、酒井だ、酒井だ、後ろから水谷、守ったない、その競り合い勝った、あ、ただ相手に奪われた、酒井抜け出してくるか、危険なプレーだ、酒井抜けてきた、酒井のシュート、危険なプレーだ、酒井抜けてきた、酒井のシュート、なんとか再三の危ないシーンが続く、あ、ここはフリーになっている、飛び出てきた、酒井だ、すげえ、守りたい、酒井、酒井のシュート、うわー、決まってしまった、まずは今のお気持ちはいかがですか。嬉しいの一言です。いや今日はもう全体的にすごく情熱が溢れているように感じたんですけれども、どうでしたか皆さんの雰囲気は。そうですね、まあ、アウェーで2連敗してしまってもう後がないという状況でしたので、試合前から選手もですけどスタッフも全員あの気持ちの部分は高ぶっていました。後半で追いつかれてしまいましたけれども、どういうところが勝利につながりましたか。そうですね、やっぱりあと一歩、勝ちたいとか昇格したいとかそういう気持ちの部分が、勝ったゲームではないかなと思います。はい、そして今日からあの声出し一部のエリアですけれども、声出し OK のエリアが、登場しました。ありがとうございます。最後まで
声を出しての応援、そして拍手も最後までしてくださいました。皆様に最後一言メッセージをお願いします。はい、ありがとうございます。やっぱりこのホームでは負ける雰囲気はないですし、勝つことしかないと思うので、引き続き熱い応援お願いします。あとホーム2試合だと思うので、次の服部もその次の花園大地もたくさんのお客さんの前でプレーしたいです。引き続き熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ続いて町田蘭二郎選手にお話をお伺いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様です。さあ今のお気持ちをまずはお願いします。連敗中だったんで、今日はどうしても連敗止めようと、ホームで勝ってみんなで喜びたいなと思ったんで良かったです。あの得点のシーン覚えてますか？はい、あのみんなの思いを背負ってのゴールでしたね。そうですね、リフトからいいボール入ってたんで、でユースケがシュート打って、多分こぼれ球だったと思うんですけど、入ってよかったなって思います。うん、あの今日から声出しの応援のエリアができたんですけれども、やっぱり応援の声は力になりますよね。はい、うん、懐かしい感じと、すごい力になったなっていうふうに思いました。今後負けられない試合が続きますけれども、最後に皆様に一言メッセージをいただけますか？はい、いつも応援ありがとうございます。残り全部勝って、まあ、優勝もつかめる位置にありますし、昇格をみんなと喜べるように頑張っていきたいと思います。今日応援ありがとうございました。町田蘭二郎選手ありがとうございました。続いて久保陸人選手にお話をお伺いいたします。お疲れ様でした。ありがとうございます。久保選手の得点はもう待っていました。今のお気持ちはいかがですか？そうです、やっぱあの 前期にしか点取ってなくて、本当に得点に絡むっていうシーンが少なくなっていたので、2連敗したのもあったので、ここはもう自分が点取ってチームを勝たせるぐらいの気持ちで今日は臨みました。後半追いつかれてしまいましたけれども、その時の心境っていうのはいかがでした？そうですね、今年は本当に逆転勝ちっていうのが多かったので、うん、僕たちはもうやり続けるのみやと思ってたので、うん、あまりこう焦りはなくて、うん、本当にもう最後の最後でやっぱこういう結果っていうのはやっぱ自分たちが信じたからこそ、成し得たことなので、本当に嬉しくと思ってます。さあ残りの試合への意気込み、そして皆様に一言メッセージをいただけますか？本当にもうあと少しで、1年も終わりますけど、僕たちは最後まで、全力でプレーするので、また熱い応援よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。久保陸人選手ありがとうございました。お疲れ様でした。今の気持ちをまずお願いします。やっぱりここで負けられない戦いだったんで、まあ、最後自分が点取っていいとこだけ持っていったんですけど、やっぱチーム全員で勝ちをもぎ取った勝利だと思います。宇高選手は67分出場ということで、それまではどういう試合をどういうふうにご覧になってました？最初前半いい流れで2点取れたんですけど、その後1点追いつかれてもう1点欲しいっていう状況だったので、1分でも早く試合に出たかったっていうのが率直な思いです。いざピッチへ向かうときはどんな心境でした？まあ、その時はまだ2対1で勝ってたんですけど、もう1点取ってチームに勢いつけれればなと思ってました。もう得点決めた時も皆さんから抑え込まれるぐらいの、ね、喜びでしたけど、どうでした？みんなからやっぱりシーンがチーム全員のかけてる思いが本当に詰まってたと思うんで、潰された時は痛かったですけど、まあ、嬉しかったです。さあ負けられない戦いが続きますけれども、最後に皆様へ一言メッセージをいただけますか？残り5試合昇格と優勝に向けて、まだまだ負けられない戦いが続くんですけど、今日も多くの方々に来ていただいて、その応援がやっぱり力になったので、引き続き応援よろしくお願いします。宇高海斗選手ありがとうございました。お疲れ様でした。